大地くん。大地くん130。あれ今130ですね。ベンチプレスはそのぐらいです。いや自分がさ120キロ一発はなんとか上げたいっていう話をしてたらさ130上がりますよって。まだ上がる。鬼だな。皆さんお元気ですか、まあ、夜の10時ぐらいなんですけど、ほんとね、ちょっといろいろ話したいことはあるんですけど、毎回動画で話したいことあるんですけどって私言ってるんですけど、自分すげえなって、自分そんなにみんなに伝えたいのっていうね、伝えたいことありすぎだなって。まあ、とにかくちょっとまあ今回の動画もですね、いろいろみんなに話したいこと伝えたいことあるんですけど、まあ、とりあえず今日伝えたいことは、やはり上には上がいるということですね。はい。自分もやはりベンチプレスとかダンベルプレスの動画を出してて、まあ、体重の割に、まあまあ上がるらしいんで、まあ、すげえみたいにみんなに言ってもらって、ちょっといい気になってた自分がいた。若干ね、そんな分かってますよ。そんな大したことないのは分かってるんだけど、若干ね、すごい言われて、俺すごいのかなーなんてワンチャン思ってたんだけど、今日大地くんの話聞いて、全然だった俺。全然まだまだ底辺だった。悔しい。最近本当仕事が忙しいんですよね。また新たにちょっと責任が増えたりとか、まあ僕も今の仕事は長いんで、まあ本当、うん、いろんな責任がね、こう、やっぱ、いろいろと出てくるんですよね、やっぱね。あ、ちなみにちょっと何の仕事かっていう質問はよく来るんですけど、ちょっとごめんなさいね。これはね、企業秘密というか、会社に行っちゃダメって言われてるんで、教えれないんですよ。ちょっと、仕事内容がちょっとみんなには教えれないんですよね。それはちょっと申し訳ない。だから、質問は、ちょっと、スルーさせていただきます。はい。ちょっと、今は答えられないという状況です。はい。じゃあ、おやすみ。サスケくん、私はあなたを欲しいのよ。こんにちは、オロチマルよ。朝ごはんを作っていくわね。卵5個。タンパク質命よ。これを香ばしく焼いていくわ。あらやだ、美味しそうね。あらやだ。パンが焼けたようね。あっつ！江戸店でいただくわ。うまーい。うますぎて金気になったわ。で今回の、まあ、世界的に有名になっている、コロナウイルス、まあ、悪いことばっかりなんですけど、その中で、まあ、個人的にね、個人的に一つだけコロナでいいことがありました。腹筋心かもしれないんですけど、聞いてください。実はですね、なんと、コロナウイルスで休学中の学生さんたちですね、のために家で暇であろうと、家でやることがないんじゃないかというわけでですね、なんと、僕らの深田恭子様がですね、
絵本の読み聞かせをやっているというニュースを見まして、はい、これをですね皆さんとお楽しみをシェアしようと思いまして、見るのをずっと我慢してました。というわけで今から見ていこうと思います。はい、まだかよ。旅のものですが、行きくれて難儀をしております。土間の隅でもいいからないものに宿は貸せない。他の家を当たってくれ。エクステンド、やっぱこれよ。 BCAA はちょっと高かったから、ちょっと最近ほんとマジ金なくてカメラとか買っちゃって、ちょっとお金ないんで、このねマイプロティーンの BCAA とか、マイプロティーンにお世話になってたんですけど、ちょっと味がしんどい、正直。なのでやっぱこれよ。BCAA はエクステンド。これが今までいろいろ飲んだけど、これが一番いいっすよ。あとは、この間ハーブで買ったやつが、マッスルテックの、まあマルチビタミン。ビタミン B2。あとはこれ、最近ハマってるのは青汁ですね。はい。やっぱ僕も31ですし、ちょっとね、健康気を使って青汁デビューしました。はい。なんかいろいろ調べたらこれが、まあ良さげだった。ちなみにね、おすすめの飲み方はチョコプロテインと混ぜて飲むことがおすすめですね。このサプリゾーンに全部置いてあるんですけど、まあこんなね、サプリばっか買ってから跳ねなくなるんだよね。まあ、この YouTube に使う機材とか、やっぱサプリとかもうほんといろいろ足りない。欲しいものは結構あるんですけど、まあ、なくてもいいっちゃいいんです。ただモチベーション的に欲しいっていう。はい。というわけでお金持ちの方ですね、お金に余裕がある方は、まあ、そんな人全然いない、なかなかいないと思うんですけど、まあよかったらですね、概要欄に僕のAmazon 欲しいものチェックリストというものを作ったので、はい。お恵みをくれる方は、いや、そんな、ね、本当に余裕がある方でいいんですよ。はい。まあ、そんな、ね。まあ、一応ですよ。別に買えとは言ってないですよ。買えとは言ってない。一応概要欄に僕の Amazon 使用チェック、こういうのが欲しいなーっていうのがあるんでね。ね。こういうプロティンって大体皆さんまとめて買うじゃないですか。3キロとか5キロとか。で、でもさ、これ手を入れるとね、汚れるんですよね、手が。まあ、だから、僕、こういうのに分けてるんですよ。こういうのね、100均で買えるからね。めちゃくちゃ便利よ。ちょっとめんどくさいけどね。こんな感じで。インスタの DM をしてくれる人が結構僕いるんですよ、これでも。なんでかね、結構 DM してくれる人、来てきてくれる人が結構いるんですよ、自分にも。ゴートレがしたいとか、友達になりたいとか、まあ内容は様々なんですけど。ごめんなさいね、僕ほんと結構忙しくて、なかなか、こうインスタをチェックしてる暇がなかったりとかで、なかなかね、返してあげれなかったりするんですけど、暇を見つけてちゃんと DM はね、多分気づいてれば返しますんで。というか、インスタフォローしてみんな。俺さ、チャンネル登録者4000人はいるのに、インスタのフォロワーが300人ぐらいしかいないんですよね。なんでやねん。300って、俺の友達より少ないわ。400いったら今より頑張ります。 DM してくれる人の中で、ゴートレしたいって人はですね、ちょっとごめんなさいね、今無理なんですよね。オッスジムがコロナの影響でビジターさんをお断りするという対応してまして、まあ、なんでちょっと今はビジターさんが来れない状況なので、会員さん以外とは僕関われないんですよね。かといって他の市営ジムとかも今閉鎖されてるし、他の例えばパンプアップジムとかも、やっぱ怖いですし、僕も感染したりとか、僕が感染するってことは家族も感染するということなので、ジムは、オスジム行ってるけど、ほんとオスジムは、なんていうんですか、こう言っちゃ失礼だけど、あんまり人がいない、結構ガラガラだから、まあ、そう。で、あと換気を常にしてくれてるから、割と安心して行ってるんですよ。だから、まあちょっと今はゴートレができないんですよ。だから落ち着いたらまた DM してくださいね。はい。今日家にいる時間が
家にいる撮影が長いなと思った方もいるかもしれないんですけど、そう、自分ね、外出かなり控えめにしてるんですよね。髪もめちゃくちゃもう切りたいんですよ。僕はあのフェードカットつって、ブワッ。これね、寿命が2、3週間。できたら2週間で切りたいんですよ。で、今3週間目なんで、もうマジ切りたいんですけど、今限界、すごい髪を切りに行きたいんですけど、それも我慢してる。今日の昼ご飯、キムチサバ納豆米。あ、なんか今の言い方いいな。キムチサバ納豆米。おいや。まあ、これ食べたら、まあ、ちょっと休憩して、まあ、ジム行こうかなという感じです。はい、あ、ちなみに今日は足です。はい、というわけでそろそろジムに着くんですけど、ちょっとあの尺が結構長いこと取っちゃってるんで、まあちょっと分けようかなと思います。まあ次は足トレ単体のトレーニング動画を出そうかな。まあ、足トレは本当にここ最近4ヶ月ぐらいかな、5ヶ月かな、足トレを本気でやり始めてそれぐらい経ったんですけど、本当にね、うん、まあここ最近では一番力を入れてる部位なので、まあそれはちょっと成長具合をですね、次の動画でお見せしたいと思います。今回の動画はこれで終わりたいと思います。チャンネル登録、グッドボタン、コメント欄はご自由に。いつもありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。ウェルカ、シガソ、 Thank you watching you gains